こんにちは、トイズガオです。はい、こちら、もう7月26日に出た情報なんですけども、まあ、まだね新しい情報だなと思うのでちょっと拾っておこうかなと思います。8月3日土曜日に発売のデラックスフライングファルコンプログライズキー、はい、こちらがねまだねヒデン01ドライバー発売されてないんですけども、こちらが先行してね発売されるみたいです。まあ、ライドウォッチの時もね、まずビルドライドウォッチが発売されて、その後遅れて時空ドライバーが発売されてたんでね、まあ、これをねまず買って、何でしょうかね、このドライバー発売までのねこの興奮を盛り上げようみたいなところなんでしょうかね。はい、でこのフライングファルコンプログライズキーなんですけども、とまあこれちょっとネタバレになっちゃいますけども、あの映画の方でね今公開中の仮面ライダージオオーバークォーツァーの中で仮面ライダー01が出てきて、でこれにフォームチェンジするんですね。その変身した姿を見ましたけども、まず01はあのライジングホッパーでね変身して、でそれを抜いて、でこのフライングファルコンを入れるんですけども、そのなんかねやっぱそのベースのライジングホッパーのこのスーツ的なものは残っていて、それに、フライングファルコンがプラスされるようなね、まあ、そんなフォームチェンジでしたね。このライジングホッパーのこの黄緑色みたいのはかなり残っていて、それプラスこの赤い色がね足されるような感じでしたね。はい、それでは細かい仕様を見ていきたいと思います。はい、まあヒデン01ドライバーで仮面ライダー01フライングファルコンに変身。はい、音声はこのボタンを押すとウィング、そしてベルト本体の右側にスキャンして認証オーソライズで、プログライズキーをキーモードに変形。このねキーモードに変形はワンタッチでねシャキンと行くのかどうか、まあね多分ワンタッチでねサッと行くんでしょうけども、はい、でこれねちょっと絵柄がねこのライジングホッパーの時はそんなに気にならなかったんですけど、これ骨ですよねなんかこうレントゲン撮ったみたいな骨になってるんで、まあライジングホッパーはねまあ虫なんでレントゲン撮っても骨は見えないんですけども、普通にバッタのようなねものでしたけども、まあ、鳥になるとやっぱこれがね骨になるんですね全部これこういったこのレントゲンで撮ったみたいなものになるんですかね。はい、そしてプログライズフライトゥーザスカイフライングファルコン、これ、ね、ライジングホッパーの時はね面白かったですね。あのトビアガライズって書いてあったんですけど言い方がねリズムに乗ってトビアガライズっていうのがトビアガライズ、これもねフライトゥーザスカイフライングファルコンみたいなリズムに乗って、で最後はこのネイティブな英語でスプレッドヨアウィングスアンドプリペアフォアフォース、全くわからないですねスプレッドヨアウィングス、翼を、ま、羽ばたかせろみたいなね、そしてプリペアフォアフォース、はい、ちょっと今 Google で翻訳したら翼を広げて力に備えると出ましたけども、まあ、このスプレッドユアウィングスというのは、翼を広げるですけども、翼を広げてでプリペアっていうのがなんか準備するという意味ですね。でフォアフォースというのは力のためにっていう感じですね。なので翻訳するとですね、これは、まあ、翼を広げて力をためろみたいなことですかね。まあね、フライングファルコンというアイテムなんで、やっぱ空飛べるというのは大体予想がつくと思うんですけども、まあ映画の中でもね、これに変身したら飛んでましたね。かなり素早く飛んでいて、結構活躍してましたね。はい、こちらがですね、ボーイズトイウェブのページで、はい、そしてこちらが仮面ライダーおもちゃウェブの、商品詳細のページですね。はい、こちら、ボタンを押して起動して、まあ、光る鳴るですね。
で、先ほどはウィングだけでしたけども、ファルコンズアビリティという音声も鳴るみたいですね。はい。で、これね、よく見てみると、ここにね、フライングファルコンと書いてありますね。そして、この下にアビリティ。で、下にウィングと書いてあります。これはですね、ライジングホッパーの場合は、アビリティでジャンプだったんで、まあ、その各プログライズキーにね、こういうアビリティ、まあ、機能というか、能力というか、そういうものが割り当てられていて、それをね、使うことで、いろんな技とかね、いろんな能力を引き出して戦うのかなと思いますね。はい、こちらがキーモードの拡大画像ですが、このね、レントゲンのような、若干グロい感じがしますけれども、ライジングホッパーの時はね、全然気にならなかったんですけども、やっぱこれ、骨だなってわかると気になっちゃいますよね。まあ、バッタとかね、虫とかだったら、レントゲン映像はね、そんなに外見と変わらないなって感じだったんですけど、もう完全にこれはね、まあ動物だったりするともうこれが全部骨になってるんですね。で、まあ骨といっても普通の骨ではなくて、なんか機械っぽい感じですね。やっぱこれもその何でしょうか、 AI とかそういうものになっている、メカの鳥のようなね、モチーフになってるのかなと、いろいろ予想ができますけども、はい、これはね、もう触ってみてまたね、いろいろ考えたいと思います。まあこのようにね、01ドライバーと連動するものなんですけども、まあ、このプログライズキーのこのね、丸いところの絵柄がここに投影されますね。まあ、ライドウォッチの時もそうでしたけどもね、最初にこのアイテムを発売して、ドライバー発売までのね、楽しみを持たせるというね、かなり戦略としてはいいかなというものなんですけども。8月1日に、もう、あさってですね、8月1日にプレ版の先行抽選販売のね、予約が始まりますけども、僕はね、これどうしようかなと思ったんですけど、まあ、一応頼んでみて、で、これね、まあ、先行発売なんで、まあ、これが当たって、で、先行でね、これ遊べるっていうことになったとしてもですね、キャンペーンの01ライドウォッチはもらえないんですよね。01ライドウォッチはその発売日の日に買って、た人がもらえるというものなんで、これをね、先行で当たっちゃうと、もうその発売日の01ドライバーをどうしようかって感じになっちゃうんで、ちょっとこれはね、考えなきゃなって思ったんで、どうしようかなと思ったんですけども、まあやっぱ多分ね、まあ玩具 YouTuber の方だったら予約もするし発売日にも買うしって感じだと思うんですけども、まあ僕のようなね、貧乏玩具 YouTuber はですね、まあかなり、まあその辺もね、ちょっと厳しいところがあるんで、まあやっぱ2つは買えないなって感じなんでね、これはね、ちょっと考えもんだなと思いますね。まあ先行で買ってもいいんですけども、やっぱその01ライドウォッチがもらえないとなるとね、ちょっと考えちゃうなっていうところですね。はい、まあ早く遊びたいは遊びたいんでね、まあ先行の、まあ先行販売もね、まあ乗ってみたいなっていうのはあるんですけどもね。まあ、よく考えてね、抽選販売の予約はしたいと思います。はい、ということで今回は、デラックスフライングファルコンプログライズキーの、情報が解禁されたので、仕様などを見てきました。まあ、ライドウォッチの時はね、すごく、まあ、変身音がね、このライドウォッチ自体から鳴るというものだったんで、横のボタンとか押してね、かなりドライバー連動しないところでも遊べたんですけども、プログライズキーの場合は、変身音がどっち側からなるかちょっとわからないですけども、多分これ、この色が、このピンクの色がついてるものが、このプログライズキーから発せられるものだと思うので、このウィングオーソライズと、このフライトゥーザスカイフライングファルコンと、このスプレッドユアウィングアンドプリペアフォアフォース、これは、この辺がね、多分、プログライズキーから出る音で、こっちのね、プログライズはドライバー側からね、出る音だと思うんでね。まあ、どっかにこう認識ボタンみたいのがあって、それを押すと変身音が鳴ったりするのかなと思うのでね、ちょっと。で、裏面は多分ね、QR コードとかあるんですかね。発売されてね、これを買ったらじっくりとやってみたいと思います。まあ、ちょっとね、分解とかもね、まあ、できればやってみたいなと思います。はい、それでは、こちら発売が
8月3日土曜日ですね。もう今週のね、週末なんで、はい、待ちきれないですね。はい、発売をね、楽しみに待ちたいと思います。はい、ということで、以上、トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。